到着。めっちゃ粉空港。本当。両方コナン。おはようございます。漫画を撮っているということで、大知事がおっしゃったんですけども、コナンと鬼太郎がいるからっていうことだったんですけど、どっちも男の子なので、女の子がいてほしいなっていう私の、思いが、なるほど、人風格を PR できるかなっていうふうに思って、こちらに四姉妹がいましたっていうようなね、鳥取山の手物語花木夫人というのを作ったんです。翌年にカレー王国ってまた知事がおっしゃるので、鳥取は実はカレーの、ね、消費量が日本一だったんですよ。夫婦とも稼ぎなので、どうしてもやはりカレーがね、週に1回はメニューに上る、女性の就業率も全国で3番目ぐらいだったので、そういったこともあってカレー王国鳥取になったんですけど、四姉妹が食べるカレーが何が特徴かなと思った時に、ピンクのカレーがいいっていうふうに思ったのがきっかけなんです、すごい大胆ですね、ピンクのカレーがいいって物語を作ったりとかされてたんですか？そんなことなんです。専業主婦だったので、四姉妹のためにああいったドレスとかも皆さんご用意して、コスプレができるっていう体で、いろいろ実はこの下着も20着ぐらい。
県産のいちごとかぶどうが入ってるのはまあいいとして、カレーのロールケーキ、カレーのアイス、何事？卵と生クリームどのタイミングで？卵最初か最後じゃない？基本的に最初でいかせていただきましょうかね。ゆで卵に生クリームとカレー、基本よくわかんない。うわ、出てきた。うわ、いちごとカレーアイス。カレーだわ。カレーロールケーキはめっちゃ美味しい。ん？色も全然違うしね。へえ、手錠してる。おお、すごい、ね。全然違う。しちゃダメ。味はね、伊勢エビみたいな感じ。プリプリ。わあ。今食べる方法は何？お家持って帰って食べる。あ、すっごい元気だし。腱がいっぱいあるからすごい痛い、うん、ここに。ここにもあるけど、うんうん、だからお家見ていいかなと思って。あ、そうなんだ、うん、市場のエビを食べます。鬼エビとモサエビ。卵付き、卵がめっちゃ緑で、こっちはオレンジ。鬼エビは2尾で1,000円、モサエビが5尾で600円のところ6尾にしてもらった。プリンプリンすぎて噛みちぎれない。そう、そうなの。うん、弾力やばい、弾力やばい、うん、これはやばい、うん、鳥取市独特だよね。